今回もお得にお届け、ただのレイです。ブラッツステインがまだまだ最新やっていきたいと思うんですけど、前回もセーブがねえよセーブっていう風にぶっちゃけめっちゃ叫んでたんですけど、あれから私ですね前回ね、この緑の場所からワープしてセーブして終わったんですけども、そっからこう進めまして、今このね、赤い場所までやってきました。で、ちょうどここで、あ、やっとセーブあったよって思って止めて、で、その後めちゃめちゃ、ミリアムちゃんを育てまして、レベル35まで育てて、HP も MP もこんな感じまでやってきて、シャードもね、ヒーリングがめちゃめちゃ重要、もうね、重宝するぐらい、シャードを育て、1回でね、15ぐらい回復するようにしてきました。あと料理もできるようになって、これだけね、結構作ってきました。アイテムがちょっと少ないのが心もとないんですけど、まあなんとかなるでしょう。じゃあこんな感じでね、また続き今日もやっていきたいと思います。あの砂漠のあった場所覚えてます？皆さんこれね。ここですよ。覚えてる？で、ここ、そう、エレベーターあったから、この上なんか行くのもあれだなって思ったので、まあね、ここはちゃんと皆さんに初見でお届けしようと思ってやります。いった！え、ちょっと待って、ちょっと待って、また 3D じゃん。 3D だ。 OK、 強いね。強くなってきてるよ。 500G やったね。ここ先進めんの？行き止まり？行き止まりやった。はい、行き止まりかーい。じゃあこのまま上進もうか。上行って、これは行けないんだね。 OK、 でこのままじゃあ上、あ、扉。これ絶対ストーリー展開あるよ。よかった。もうね、すごいストーリー先気になってたんですよね。お、やっと来たか。あ、アルーレット。そう、こやつの存在完璧に忘れてた。あ、そこにいたのね、じいさん。あ、なに、やっと来たかって。なぜお前がここに。やっと来たかって、私じゃなくて誰だと思ったの？それは私のセリフよ。そうだよね、なんでこんな砂漠のとこにいんの？ほんと立ち去れと言ったはずだ。それはできない。そうそう、私にはジーベで止めた結果あのバッドエンドだったからな。チェ、ここなら城から遠い。まあそうだね、かなり奴のために仕掛けた陣だったが、奥深いとこだよね。ちょうどいい。え、もしかしてアルフレッドと戦うの？うわー、消えてるよ。いっちゃえ。ちょっと待って、いきなり地下ポイズンにかかったし、ふざけんなよ。まあ解毒剤持ってきてるからいいけどさ。聞いてねー。あっ、どうわ、ちょっとどう戦えばいいの、どう戦えばいいのかわかんない。いった、いたほら、すごくない？この HP 強いでしょな、こういう戦闘。わーっと、何やろアルフレッド、いきなりあんな風に移動して。ふざけんなも大概にしろよ。ふざけんなよ。な、何この回りながらの戦い、初めてだわ。やだ、おとなしくしておれとか言ってるけど、やだやだ。しかもアルフレッドのじいちゃん歩き方かわいいな。いって、かわいいって言った結果はこれだよ。怒られたんだよアルフレッドのじいさん。あ、そうだ、あとね、私これ結構使えるんですよ。バレてないもの。痛い痛い、やめて。ほら、強くない？おー、一瞬で移動する、いいなあれ。私も欲しい。いった。うわー、これクローズか。半分にさせられんのはしんどみ。なに、やだやだ、半分にされるの結構困る。やだ、おとなしくしておれって言われてもおとなしくできないんだよ。こっちはこっちからやんなきゃいけないことがなんいっぱいあんだよ。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、うわぁ、あと200。なにやらの、なにこの魔法。ギャー、ゆっくりになっちゃった。ゆっくりしていってね、ゆっくりしていってね。え、まだ毒？まだ毒なの？嘘でしょ。あー、やっぱヒーリングでも足りなくなってくんな。フライドポテト。いやー、いやー、あとそうだ、あのエーテル欲しい。エーテル、よし、オッケー。
いや、ゆっくりだな、困るな。カスト、うわー、ちょっありがとう、守ってくれて。うわー、スキア、あー、はー、ミシンしないで、バカバカバカ野郎。ロボリンのおじいちゃん、スキア、私これなら余裕とか思ってたけど、そんなことなかった。おじいちゃん逃げないでよ。どこ行った、どこいる、どこいる、あ、いた。多分でももうちょっとで倒せる。やばい、権限せよ、我であり我でないもの。回復してこないと、やばいやばい。おじいちゃん待ってよ、しかも燃えてるし。逃げないでよ、自分ばっかり、ずるいずるい。なにそんなさ、あっつい、いい、ミリアムちゃん人じゃないかもしれない。やっつい、あ、今度寒い。ちょっとバカ、いや、いた、いってちょっとやばいんだけど、どうしよう、どうしよう。もう回復がないよ。やーだー。え、ちょっとおじいちゃん、おじいちゃん、その瞬間移動すんのやめてくんない？ほんと困る、ほんと困るから、おじいちゃん。あ、うわ、またポイズン、ポイズンしないでよ。ポイズンマジ困る。ちょっと解毒剤もねえし、結構強くしてきたのにな。うわー、ちょっと、アスキアじゃないから、おじいちゃん、アスキアじゃ、いってえよ、違うから。おじいちゃん逃げな、だからそれ、それやめて、それやめて、スローやめて、スローやめて、本当に。どこいんの、あそこにいた。あー、もうほんとやめて、ほんとマジでやめて、ほんと痛い。うわ、ポイズンかかっちゃった、やばい。ちょっと待って、ゴリ押し戦法になりそう。おっしゃー、おっしゃー、もう大変だった。あれあれ、止まった、止まっちゃった。動いてお願い。うん、この力、さすがに別格ということか。やはり書を手に入れる。いや、そういう問題じゃないから。ロガエスの書は諦めて。本当に私がやらねばならぬ。やっと得られたチャンス。ロガエスの書を手に入れてアルフレッド何したの？これが最後のチャンスなのだ。はい、あ、もう毒だらけ。うわ、もう消えたし。マジで？なんでね、そんなロガエスの書にこだわるのか私は分かりませんけどね。なんでな、あ、ここ行けるようになった。そっか、さっきの戦いが終わってやっとこさっとこ行けたんだね。とりあえずセーブしてきます。決勝っていうかね、あの障壁が消えたので先に進んでいきたいと思います。こっから先、あ、あの白いのってもしかしてあれ、シルバーナイトかな。どうだ、おっ、おっしゃ、あ、違った、何、え、何これ。水中に沈んで活動できるようになる。やったー、やったー。じゃあこれで私やっとこさっとこ、何あれできるってこと。やったー、これは嬉しいぞ。え、でこっからじゃあ水中にまた戻るってことなのかな。あとさ、ここ、あ、ここ特になんもないのか。あ、いった、ちょっとバカ野郎、バカガエル、バカガエル。こっからじゃあ、そうだね、水中で全然取れなかった宝箱とかも取ることができるってことじゃな。じゃあ、まあまた戻って、宝箱を回収してくるかの。はい、というわけで結構戻ってきたんですけど、ここですね、近畿地下水道のここら辺とかって、やっぱり、こうやって奥戻れないと、よくよく探索できなかったり、先に進めない部分があったので、なんとかね、やってこれましたよ。ここ？あ、先に進めるね。そう、多分ここを探索するため、ああ探索するために、おそらく取らせたんだと思います。あ、先に進める。
あーやった連携せよ。何これ HP アップ来たんじゃね。あー待ってね、これは2000のお金だ。やった HP アップ来い。来たー960。よし、これでまたね一つ強くなれました。ここ先行ってここを対策すればまたね新しいエリアに突入できると思われるのですが、我であり我でないもの。結構ね、ここのモンスターたちも厄介でね、ほら馬が走ってたりとかさ、まあ見た方も、まあ見たけどさ、この前ねそう、馬がなぜかいたりとかさ。ここは何もないと。この左何があるんだろう。この左また新しいとこ行けんのかな。おー、いけるね。ちょ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 、どうなんだろう。この右側、あ、右側なんかここと繋がってそうだから右から開拓していこうかな。左なんか新しいエリアっぽいしね。そうしよう。ちょっと右から開拓していきますね。ありがてー。さあ左側やってきました。また新しい感じのエリアだね。このね、水中の中でもこうやってリフレクションで使えるからいいんだけど。何これ。絶対倒すの。あ、やった。あ、多分あれだな。これで倒すんだろうな。ストレイトアロー、オッケー。多分そうだと思う。で、倒すの。あ、オッケーオッケー、倒せた。口開いた時に倒す感じやな、オッケー。おりゃ、ほら、そうだ。口開け、口開くんだ。ナイス。いや優秀だわ、シルバーナイトさん、ほんとイケメン。元気せよ、我であり我でないこと。おー、またなんか新しい場所に来れた。これでまた行くのかな、新しい場所ね。ここはあれだな。あー、リフレクションレイン、リフレクションレイン、すごいあれだな、重宝するな。いけるかな、いけるかな。あ、いけない。嘘、いけない。嘘でしょ。そんな、いけるはず。無理かな。そこ、いけた。よし、完璧。うわ、海賊王の指輪、これまたあれじゃない、ラッキー色上がるんじゃないかな多分。待って、別セットすんの。ここだな、じゃない。ほら、アイテムドロップ率アップ。きたー、きた、ラッキー上がる。きたよ。はじき、はじきって何、はじきって強いのかな。これも見てみよう。はじきって何、はじき弱あんまり強くなかった。今、あ、来た、悪しき海神をかたどったコンボ、コンボなんだ。こんな感じか、オッケー。あ、ここリフ、リフレクションレイね。はい、あ、結構いろんなねシャードをいっぱい使わなきゃいけないから大変だ。新しいエリアか、皆さん見ててください。新しいエリアです。じゃじゃん、ここです。はい、裏魔導研究棟。魔導研究棟って裏もあるの。え、あれはドミニクとアルフレッド。え、ドミニク、え、待って待って、ドミニクってあの女の人だよね。とアルフレッド言い争ってんのかな。言い争ってる。貴様からの申し入れだったはずだ。どういうこと。どういうこと、なんか裏研究棟ってあって、なんか怖い怖い、どういうこと。ほんの手違いですわ。え、ただあなたが罠を仕掛けていたのは、それは約束が違うのではなくて。どういうこと、この二人グルだったの。貴様にロガエスの書を渡すわけにはいかぬのだ。え、待って、え、ドミニクさんにロガエスの書、え、どういうこと。え面白いことを言いますね。え、どういうこと。え、書を求めるのは10年前。両親のための復讐か。何、ドミニクさん、なんかあったの。何を言っているのかしら。ミリアム、本当だよ。え、どういうこと。あ、聞いちゃった。うわ、ドミニクさん、待ちなさい。ドミニクさん、これちょっと匂いますよ。しかも瞬間移動しすぎでしょ。え、もしかして、え、難しいところを見られてしまいましたね。どういうこと。今の話、アルフレッドは地下であなたを待っていた。なんか話してたよね。そう、だから
残月に向かうようにお願いしていたのですわ。ああ、なるほどね。彼は空間移動を封じる術を持っています。ああ、それでアルフレッドが移動するのを阻止しようとしてたんだ。だからアルフレッドを足止めできると考えたのですわ。なるほどね。そういうことだったのね。それで両親の復讐ってナロガエスの書がうんたんかんた言ったもんね、うん、隠していても仕方ありませんわね。私の両親は、うん、私と同じ、で悪魔にやられたのかな。エクソシストでした。はいはい。しかし10年前の悪魔の代償か、うん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 、その戦いの中で命を落としたの。はい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 。だから私には悪魔を憎む理由がある。うんうんうん。そして原因となったロガエスの書に、ロガエスの書を手に入れてどうするつもりだったのかな。ごめんなさい、私たちの仲間が大召喚に失敗してシャードリンカーとシャードリンカーのミリアムちゃんたちがってことかな。恨みなんてとっくの昔に忘れましたわ。うんうん、私は再び悲劇を起こさないためにロガエスの書を回収したい。本当に昔に忘れたのか。本当に分かったわ、私も協力する。うん、まあ信じるけどさ。ありがとう、私もあなたを全力でサポートします。いや、なんかちょっと匂うんだけどな。あ、どっか行っちゃった。でもまあ売ってくれてるからね。あ、恨むっていうかなんか考えたくないんですけどね。なんだろう、なんだろう、なんだろう、大丈夫かな。なんかこのまま私ドミニクさんに協力していいのかな。なんか怖いんだけど、何これ。うわ、怖え。これ当たったら死んじゃうやつじゃない。怖え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 。なにこの、いや怖い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 。いた、知らない、知らない間になんかいたし。うわ、なんか新しい悪魔がいっぱいいる。ちょっとセットするね。いや、でもなんか展開が面白くなってきましたね、本当にね。なんかね、結構アルフレッドとドミニクがこう一緒に喋るのは分かんなかったけど、いやー怪しいなー。怪しさプンプン丸だよ。我であり我でないもの。全然展開が私も読めないですね。お、何これ。よいしょ。何も意味ない。ただ裏研究所でしょ。なんかね、嫌な予感するよね。研究するよ。じゃあまあ、このまま多分またしばらくイベントは起きないかな、多分。うわ、何この変な悪魔。何これ何これ、ダークエレメント。ここは何こいつ。あ、下なんかあるね、行きたいな。怖い怖いよー。あ、ここセーブじゃね、ワンちゃん、ワンちゃんセーブ期待、ワンちゃんセーブ期待。これはあれかな、2匹。お、1781年、ジーベルの力があり大量のシャードが集まったことと、訓練も順調なことからシャードリンカーによるシャード実験を開始した。訓練の成果なのか、シャードの力を順調に引き出すことができているようだ。特に、あ、ミリアムちゃんだ。ミリアムという少女、彼女の能力は計り知れない。扱う量も引き出す力もずば抜けている。あ、そうなんだ。1783年、上層部の望む悪魔召喚に必要な量の結晶が私の計算上ではあるが十分に集まった。長い道のりであったが、あとは儀式を実行するだけだ。我が友は未だ儀式には反対らしい。何かを得るためには何かが犠牲になる。それは錬金術の基本でもあるはずだ。我々の犠牲、悲劇のために必要な犠牲なんだ。これ誰の日記なんだろう。これワンチャンあれじゃないの、アルフレッドかな。アルフレッドかな。誰の日記なのかわかんない、未だに。あー、セーブじゃなかった。この上も違うかな。あ、いけない、いてー、ごめんなさい。この上も違うかな。研究せよ。あ、こっちか。ちょっと待ってよ、いてー、ちょっと、はい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 、はい、痛いな。ちょっと先に進みたいの、こっちは。ただ進みたいだけなの。ワンちゃん来い、ワンちゃんセーブ来い。先生かー、まあ悪くはないけど、ガ
りました。じゃあ何かまた続きがあるまでまだまだバッサリ勝とう。セーブ来たーい。よっしゃー、セーブ来たぜ。ここの先さ、いやちょっとしか進んでないんだけど、絶対ボス戦だよな。ですよねー、分かってたー。え、これミリアムちゃんだ。はい、え、なんでミリアムちゃん、ドッペルゲンガー。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。うわーちょっとツッコミ入れたい。ちょっと登録もしててね。あなたが来てくれるの、私